バカした。いやいやいや、カメさん、はい、映らんやいつもの。いや、これ、こっち側を釣る感じですか？うん、あのね、こっちは楽だ。ああ。こっちは向こう行くけど、そう。あ、そうなんですね。いや、これなんかめっちゃいいポイントっぽいじゃないですか。もう釣れるらしいですよ。何の、何のプレッシャーですか。ピーハイの決勝とか残ったここらで。いや、なんでこんなにプレッシャーをかけられるんだろう。よっこいしょっと。よいしょ。これどこに置けばいいんかな。気をつけてください。はい。船が離れた瞬間、ああ、笑かしちゃいけない。危ないね。そう。じゃあ船、いやなんか注目されてるな。あざます。おはようございます。さあ始まりました釣り奇妙の世界。私漢字三文字で釣り奇妙と申します。あっと本日は、岡山県牛窓沖を出船しまして、小豆島の早崎という、場所に来ています。マップオン。はい、場所はこう言います。なかなかねロックな場所に来てしまいましたね。ちょっとね早崎の紹介なんですけど、見て釣り座、崖でしょ、崖、こう岩があって、ここ釣り場ね。で今僕が立ってるこの足場めっちゃ高いところにいるんですけど、まあね釣り座が狭いのよこれ、めっちゃ、はい、ちゅう感じなんで、ちょっとねカメラワークがかなり厳しいんですよね。チヌンはねもう5月今ね下旬になったんで、もうほとんどこう産卵終わってる個体で、もう回復に向かって餌をちょろちょろ食べてる状態なのかなっていう感じなんですよね。なんで、まあ、あんまりたくさん釣れないと思うんですけど、今日の目標はチヌンを10枚。はい、無茶な目標立てましたけど、なんとか頑張っていきたいと思います。じゃあ今日も一日頑張るぞ。シュッ。よし、じゃあスタート。見てよこの断崖絶壁を。よいしょ。でね、もう棚とかも全然わからんけど、とりあえず棚が今6メートルぐらいに設定されてます。うん、足元が食うのか食わないのかも全然わからない。今ね潮はあっちの方はこう右にこう行ってたかな。うん、で下りの張り出しが今5メートル置き、まあ5メートル3メートル置きぐらいまであって、多分そこも張り出しがあって、うん、その沖がちょっと深くなってるように見える。で今日すごい水が澄んでるんでね、多分地形把握は間違ってないと思う。はい、で仕掛けがね、今日も、銀楼、ユイガの AGS0653 でリールが、ダイワートーナメント競技になってますね。糸がね、P の06、リーダーが、サンラインさんビジブルフリーですね。浮き止めがあって下りがあって、浮きが木桜、BS 自立の 3B とカラマンボウがあって、
ガンダマの、今日は 2B にサルカンがあってハリスが、今日は 1.5 号を3m、中央に G5 のガンダマ、針はカワセミバリさんのチヌバリ1号になってます。で、マキエが、マキエ研究ですね、ナンバー8の配合になってます。そしてサシェはまたオキアミコーンと自作のネリエと、2種類そんな感じでやってますと。多分ね、本当はね、足場をもうちょっと向こう側にとってもうちょっと向こう側を釣った方が釣れそうなんですけど、いかんせんね、あのホームカメラに映らないんですよ、岩があってね。なんでちょっとここで頑張ってカメラに魚を映したいという感じですと。今ね、潮がね、左の北の方に流れてるんですよね。よし、坊主免れた、優勝やりました、チヌ。はい、やっと本命チヌちゃん、めっちゃ痩せとる、よいしょ。ゲット2匹目。はい、チヌちゃんゲット2匹目。はい、ちょっとね、カメラ感覚が悪いんで、高台の上に上がってきました。まあちょっとね、だいぶ高いけど、今日風がそんなないんでね、この上からでも釣れるんじゃないかな。で、今下の方でやってた時もそうなんですけど、めちゃめちゃ浅いんですよね。ここチヌ浮いてるから、二ヒロで十分当たりがある感じ。この下に流れる潮で当たりが出始めたんで、どうしてもね、あの岩の崖の下だとカメラに映らないんですよね、竿の曲がりとかがね。
よいしょ。よい、チヌちゃん。うわ、ボロボロ、ボロチヌ。めっちゃ歯が浮くね、全部。今日一やな。よいしょ。ボロボロやな。よいしょ。チヌちゃんゲッツ。両系チヌちゃん、チンチャン。よし、よし。棚はね、相変わらず2キロでやってみます。で、今日はね、不思議とオキアミばっかり食うね。で、意外にね、遠投の方がいい感じがする。今一番大きいやつもだいぶ、やっぱり遠投してから食ったっすね。まあ手前がね、餌取りが多いんで、それでかもしれないけど。楽しい、楽しい、楽しい。おお、めっちゃ引く。なんだこれ、あ、ついた。ちっちゃいけど。チヌちゃんゲット。チヌちゃんゲット。チヌちゃんゲット、ゲット、ゲット。ネギエキンキでも来た、ネギエキンキでも来た。ちっちゃいな。ちっちゃいけど釣れたよ、ネギエキンキ。よいしょ、よいしょ。チヌちゃん、はい、チヌちゃん。チヌちゃん。
チーヌちゃん。これはビデオ撮れてません。よし、ちょっと大きいと思ったらそうでもない。よいしょ。何匹釣れたかな、だいぶ釣れたな。よいしょ、やりました。はい、チーヌちゃん、チーヌチーヌヌーヌこれは何だ、お前誰だ、誰だ誰だ誰だ、チヌちゃんだ。コーン吐いたな今コーン吐きやがったな、貴様、俺のコーンを吐きやがったな。あ、タモ壊れたけどこれは厳しいな。わ、これだね、おい、タモが壊れた、タモ壊れたけど、ネジがぶっ飛んでる。やりました、タモ壊れた、ネジが吹っ飛んでる。さすが安物。はい、チヌちゃん、チーヌーヌーと。イエイ。なんであんまりね、赤いネリもちゃんと釣れちゃうっていうことが判明しました。連発、赤いネリ連発。赤いネリ連発。
こにかかっとるの。いけいけいけ。あらら、わかりました。釣れるとは思うんだがな。ラインミンにですね、反射してるよいしょ、よっしゃよっしゃよっしゃ、はい、はい、チヌ太郎、よいしょ、釣れちゃった。よいしょ。ゲット、ゲットン、ゲットよん。はい、チヌちゃま、チヌちゃまチャンネル。おっと、大きいぜ、大きいぜ、おーおーおお、めっちゃ涼しい。何なのかな、これ。マダイっぽくないこれ。大きくはないけど、マダイやな。よいしょ、よいしょ、まあまあやな、何時ぐらいかな、よいしょ、ダーマイさんゲットマダイだけど、ただの、よいしょ、
はい、マダイちゃんゲット、40ぐらいかな。ね。はい、船着きがね、もう完全なる当て状になってしまったんで、釣れるかもしれないんだけども、ちょっとね、反対側の、西向きをね、やってみようかなと思って、ちょっと場所を変わってきました。はい。めっちゃね、もう見るからに浅い感じです。コブじゃん。コブじゃん。コブだ。コブだ。クイル。いやー、裏磯行ったんだけど、全くダメでしたね。ということなので、当て塩がどうも収まってるっぽいんで、こっち側でやってみよう。よいしょ。向こうでね、コブを一匹釣って、コブを一匹バラしてで終わったっすね。楽しい楽しい。潮が変わったら食い出したっすね。またまっすぐ出だしたっすね。え、いいね。イエイ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 。グレーだ。グレーゲット。お前は帰れ。
楽しすぎる。なんか入れ食いになってきました入れ食い。こらいかんな、釣れすぎだわよいしょ。いや時間もない、時間もない。よいしょ、入れ食い、イエイ。チヌ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 。よいしょー、ゲッツ、チヌゲッツ、イエイ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 。あ、すいません。あ、あざっす。拡張した18枚釣れました。おーおー、いや、竿は全然揃って、ちっちゃかったですね。お疲れ様でございました。本日の目標なんですけども、なんと達成することができました。超過写真をドン。チヌは18枚とマダイが1枚とウクレが1枚でした。小豆島のウヒョ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 、今ですね、ウヒョ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 言うて逃げたのはスズメバチが襲ってきたんですよ。怖かった。小豆島の早崎なんですけど、やっぱね船着き側がね本命で、潮は周島沖に出るような潮が多かったんですけど、一時ねこう当たってくる潮になる時はちょっと釣りづらかったんで、まあその時にこう、まあ、反対側を釣ろうと思っちゃったんですけど、当たってくる潮の時間は短いんでね、ずっと我慢していればよかったなと思って、で我慢して頑張ってれば20枚釣れたかもしれない。それと思ったよりも浅くて、今日当たってきたのがだいたい2キロぐらい、それと霜りがねすごい入ってるんで、走らせすぎるとすぐこう石に当たってバレちゃうっていう、いろいろな反省点があって、バラシも、まあ、コブダイ以外のバラシも4枚ぐらいバラしちゃってるので、なんかパツッと当たっちゃうんですよね石にね。なんでもうちょっとね上手い人だったらいっぱい釣れるんじゃないかなと思いましたご視聴ありがとうございました。また会うその日までバイ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 、シュッ。はい、動画のご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらこちらこちら。チャンネル登録コメントもお願いします。バイバーイ。